さて、それでは今回は僕が序盤に勘違いしていた、素材の探し方、相当の仕方というのを紹介させていただきたいと思います。前回、異物限定の寺院があるっていうことで紹介させてもらったんですけど、その寺院を見失ってしまって、そういったものの見つけ方とかっていうのこのゲームにはいろんな機能があるので、みんな知ってると思うんですよ。でも僕はちょっとある勘違いをしてたので、今から早速それを紹介させていただきたいと思います。よかったら聞いていていただけたらと思うんですけども、まずこちら。鍛冶屋さんの寺院強化のところを開いています。で、体力 V プラスこちらの、強化に必要なトレジャーというのが右側に出ていって必要トレジャーですね。この画面で四角ボタン、ごめんなさい、丸でいけるかな、丸ボタンを押すと、寺院強化の画面になるんですけど、ここで四角ボタン、どっちでもいけたかな、ごめんなさい、詳細確認というのを押せばどちらでもこの画面でもいけるかな、この画面でもできるんですけど、タイユタールヘッドユニットが0個になってます。これがないから必要トレジャー、寺院を強化できないよっていうことなんですけど、序盤僕が何勘違いしてたかっていうと、これはこの先進んでいったところで登場する素材なんだろうって思ってたんですよ。だから、これをレベル15にしようと思ったら、まずはこのタイユタールヘッドユニットが登場するところまで進めないと無理なんだって勝手に思ってて、でも本来ならこの時点でこのレベルを15にしたり、武器で言うと上限解放したりということは可能なんですけど、ゼロの場合に毎回あないんかなと思ってて、でそれをなぜ思ったかっていうと、一つは右下トレジャー登録っていうのがあります。これトレジャー登録三角を押して登録します。これで登録されました。で登録した素材をクエストの中で探すという作業をします。ちなみにさっきちょっと見たんですけど、これは実際あるんですけど、一応やり方としてクエストカウンターに行きます。でクエスト受注のところで、右下トレジャーで検索っていうのがあるので四角ボタン押します。そうするとこの画面になって、でここで、さっきのタイユタールヘッドユニットを押すと、それがドロップされるクエストが相当にかかってくると。で序盤ここが登場しなかったり、まあ、ベリーハードからなんで登場しなかったりしてて、そうするとあやっぱり先に出てくるものなんだなって思ってほったらかしにしてたんです。だから武器も上限解放できないままに、一つ下の弱い武器で戦ったりしてたんですけど、ものによってはそもそもクエストドロップじゃないものがあると、考えてみたらそうやなとは思うんですけど、今のはまあクエストでもらえるんですけど、よろず屋さんに行きます。でここでダリア賞交換こうします。まあ、これも序盤まだアンロックされてなかったりするとさすがに違うんですけど、ちょっと進んだところね。で僕が苦戦してたのはこのダリア金賞、まあ、切り替えここであるんですけど、 R1 で切り替えてダリア金賞のところに、これほらタイユタールヘッドユニットってあるんですよ。でクエストでまだ上位で出てきてないとしても、このダリア金賞のところで検索すれば出てくるよね。今言い出してみたけど、クエストで出てなかったら出えへんか。まあでも物によってはそもそもクエストで出ないものもあるので、一度ここで検索してみるのはありやと思います。すでにマークつけてたらここザーッと見た時に自分が、登録してるものは見れるので、でダリア銀賞自体は毎日ログインとそれから3試合したら4つもらえるかな、もらえるので、序盤どうしてもこいつだけ強化したいとか、この武器を上限解放したいっていう時に欲しい素材が実はここにあったりするんです。これ後で気づいて、ほぼ全部クリアしてからね気づいたので、これはぜひぜひちょっと素材探す時に見てもらえたらなっていうのと、ちょっとこの話は前もしてるんですよ。で今回気づかんかったんは、追撃 V 追撃5ですねを前回取ったんですけど、それの場所がどこかわからなくなったんです。寺院の場所。で、例えばこの寺院の画面に持っていって HP 吸収いらんな、交換しようと思った丸ボタンを押して、ここ手持ちの寺院がここに表示されます。で、めちゃくちゃ出るから、追撃部位どこやろうと思った時に、これも左下にわかりにくいけど、右下にもあるかな。絞り込み相当ってあるから、タッチパネルを押します。スライドパッドか。押すと、ここで相当がかけれます。まあ、寺院のレアリティとかいろいろあるんですけど、まあ、シンプルに上 R1 もう一回押すと相当画面が切り替わるんですけど、ここで、
今ちょっと申してしまってるけど、入手順、入手新しい順にしておけば、追撃後取ったなっていう後に入手新しい順で、これ今並んでるんで取った順ですよね。うちで言うと前回動画で80個、異物の鑑定を行ったので、ここにその時獲得したものが登場してると、寺院が。これ上から見ていったら、ここに追撃があるよと。埋もれたらマジでわからへん。5やったなと思って、最初はここ5で相当したんですけど、あ、5ってレジェンド、エピックかな？あ、レジェンドかな？で相当したんですけど、全然見つからなくて。で、何があったかっていうと、もう一つは、ゲームを終えた時にシステムでセーブボタン。当たり前のこと言ってますよ。言ってるんですけど、これ押し忘れたんですよ。これ押し忘れて電源切ってしまったもんやから、鑑定したはずの異物が全部戻ってきてました。ここに。だから、追撃取ったのになくなってて、ただまあどういう仕組みかわかんないですけど、同じものが出ましたね。もう一回引いた。多分間違いなく、同じものが出たから良かったんですけど、ここね、間違えたのと、で、同じく寺院つながりでもう一つ紹介させてもらいたいんですけど、装備、寺院の装備を全部決めた後に、寺院強化しようかなって、この画面ですよね。これ、実際にはもっといっぱい出るんですよ。現在持ってる寺院のレベル上げれるもの、レベルの低い寺院が全部、低いって言い方変かな、マックスじゃない寺院がたくさん出てるんですけど、ここも、例えば、オイゲンややこしいな、ロゼッタ。ロゼッタの寺院を組み終わった時に、こうやって移すと、ロゼッタの持ってる寺院の中、装備してる寺院の中で、レベル上げれる寺院が出てくると。ちょっと少ないな。普通やったらどれぐらい出るのかな。あ、はめてないわ。ちょっとなんかラカムとかにしてるか。こういう感じで、まあ結構全部レベル上げてしまってるんですけど、まだまだレベル上げれるものが出てきたりするから、それぞれね、その、キャラごとに、ここでソードかけてもらった方が見やすいんじゃないかな。僕これ知らんかったから普通に、あ、確か追撃部位今オイゲンにはめてたよなとか思って、こっからこう探したりしてたので、ぜひぜひ、同じ人ね、おると思うね。ゲームがまあ下手ですし、下手なんですけど、好きでやってきた分、昔モンハンやった記憶とか残ってたりするから、最初の方のモンスターハンターがちょっと手間やったり、相当かこんなにスムーズじゃなかったりとか、だったと思うんやけどなぁ。まあ、なんか時間かけてたんですよ、当時ね、わからんと。だからそのイメージでこういう相当やったり、登録やったり、便利な機能があるっていうことを、ついついね、ないもんやと思ってやってしまうので、もしかしたら序盤ね、上限解放、本当はヨロゼ屋さんに行ってダリア金賞を見たら、交換できるかもしれないし。上限解放できるかもしれないです。一個ランク上の武器で戦うとも全然ね、進み具合も変わってくると思うので、ぜひぜひ、まあ、こういった想像の仕方を見ていただけたらなと。前にもね、この話したんですけど、なぜ今回こういったことを取り上げたかというと、まあ、異物が一度消えて、探すのに大変だったっていうことと、もう一つは、プロトバハムートに挑戦したんですが、無理でした。オンラインでやったらいける。ただソロでのプロトバハムート攻略がなかなか難しかったので、もうちょっと調べてからね、また、今後ね、見ていただけたらなと思います。では、本当にみんな知ってることで申し訳ないですけども、相当の仕方の紹介でした。では、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。